Thank you.
分譲受け付けに行ってきます。どうだろう、乾燥炉かな。大丈夫かな。今回のニューアイテムはこちらです。ダイスなんと700円、中古ではなくちゃんと新品なんですよ。じゃーん、スーパーディスカウントストアのトライアルのアウトドアコーナーで半額になっているのを買っちゃいました。初めて今日使います。これぐらいがいいのかな。700円、めっちゃ良くないですか。100円ショップでクッションを買いました。これをやば、あーいい、最高電かな、最高や。
それでは本日のサイト、初めてのウッドデッキです。高平キャンプ場です。ウッドデッキなので、今日はカップテントを設営しました。風が強いので、ガイロープを崖や、こんな感じで、向こうからガイロープを張って、ロープが全然足りないので2個使いで張っています。すぐお隣がブランコがあるサイトです。木の枝だからなんか落ちそう、私の体重じゃ。そして絶景キャンプ場ということで、かわいいロゴスチェアを持ってきました。ちょっとずれると危ないので気をつけながら楽しんでいます。ジェットコースターみたい、この距離。あ、トンビだ。気持ちよさそう。ということで、ちょっとまだ食べ物とかは運んでないんですけれども、今日はタープを本当はこの上に張って影を作りたかったんですが、風が強いのでちょっと私の力量では難しいと判断して諦めました。焚き火もできるか分かりませんが、一応焚き火のセットと、今日は荷物は少なめです。これでも多いけど、ボックス一つとテーブルと三段ラックの、一つはテント内で、二つはこの表にキッチンで使ってます。でもし焚き火した時、火事が焚き火した時に火をすぐ消せるように、こちら消し壺とゴミ箱です。今日はもう十分な広さを楽しめるので、こちらのカップテントにキャプテンスタックのマットと、エントラックスのインフレーターマットと、前回空気入れをやったおかげか今回はスムーズに端っこまで空気が入ってくれました。で、あとは日が沈むと3度4度ぐらいまで下がる予報が出てるので、まあ一応電気毛布とシュラフの方とインナーシュラフで今日は夜を越えたいなと思います。もうストーブはちょっと今日はお休みです。で、さっきの三段落の1個はここに、冷蔵庫じゃない保冷バッグと、あちらポタデンですね。でこのテントを窓がついているので景色が楽しめるのが最高にいいんですよ。買ってよかったテントの1個です。お邪魔します。ここにゴローンってなるんですが、見てください、この景色です。うひゃー、キャノピーを立てれるんですけれども、ちょっとこの風だと私じゃ無理だなと思って、日差しを受けられる場所が木の陰しかないという状況ですが、こんな感じで朝を迎えられるのかなと思うとワクワクしかありません。
トイレがあって、よし。見た天才駅宮の湯の駅幻の赤しそ寿司幼稚のおつまし食べてみます。すごいお尻までついてる。美味しくて尾っぽがピーン。